せつな。そんなに見られたら穴が開いちゃうわ。すみません。私がサックスの練習してるところ、そんなに興味がある？あります。だってカリンさん、どんどん上手くなるので。褒めてくれてありがとう。でも、まだまだ足りないわ。それで足りないなんて、カリンさんの向上心はすごいです。あのね、私ってもともと負けず嫌いな方だけど、それが加速しているのは刹那のせいでもあるんだからね。え？私のせいですか？刹那のせいって言い方は悪いわね。刹那のおかげが正解。刹那を見てるとやる気が出てくるのよ。だから実はこうやって見てもらえてありがたいわ。私、喜んでいいのでしょうか？もちろん。お互い高め合っていける関係って私たちらしいじゃない。そうですね。そうなの？もう、もっと早く言ってよ。すぐに聞きたいわ。映画のイメージにぴったりね。イントロの部分って、もしかして私がサックス吹くイメージ？すごいです！すごいです！私も聞いてみたいです！逃げる気なんてなかったけど、本当逃げ道がなくなっちゃったみたいね。君が私にここまで要求するなら、私からも君に要求があるわ。私がいいって言うまで私の練習に付き合ってちょうだい。言ったわね。当分話さないから覚悟しておいて。刹那や君が付き合ってくれるならいくらでも頑張れちゃうわ。じゃあ早速始めましょう。